みんなこんばんはです。公演終わりです。ボサボサコちゃんです。公演あまりにもボサボサなんだが、みんなこんばんは。もうマキが生きてないよ。やん、どうしよう、前髪が死んでる。絶対振りたい。みんな来てくれる？やんも、やんも。みんなこんばんは。あれ、ポケットない。あった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 。みんなこんばんは。今日はほんまにありがとうございました、公演。ありがとう、来てくれて。お疲れ様、ありがとう。今日はありがとうございました。こちらこそありがとう。仕事からの帰宅中の電車内。あ、お疲れ、今日も一日。うん、待って、ドライアイナウ、ドライアイナウです。山ちゃん、結婚してありがとう。早速日本の法律を変える女ですね。友人さん、ハートありがとう。オンライン撮りました。あ、お弁当こぼしたのがついてる。やだ、気まずい。楽しかった。え、ありがとう。どこにいてくれてた？ありがとう。楽しんでもらえて何より。好きやっちゃ。それさゆきのやつ。好きやっちゃ。楽しかったよ。ありがとう。新しいうちわ見れて嬉しかったわ。きっぺいさん、コウモリありがとう。マッチさん、ハートありがとう。カーナさん、レインボースターありがとう。マッチさん、ハートありがとう。今日も可愛い。ありがとう。ちょっとボサボサすぎてやばいんですけど、頑張った証拠ということでよろしく。小山さん、コウモリありがとう。マッチさん、ハートありがとう。ずっと可愛かった。よかった。嬉しい。でも可愛いから OK。 ありがとうね。今日は頑張ったので前髪が死んでます。マッチさん、ハートたくさんありがとうございます。日高浩二、コウモリありがとう。今週も会えて嬉しかったよ。こちらこそ嬉しかった。ありがとう。山俊さん、パンプキンありがとう。ヤスさん、ハートありがとう。日高浩二、お化けありがとう。公演お疲れ様、ありがとうね。星くん、レインボースターありがとう。公演お疲れ様、ありがとう。鈴木ちゃん、コウモリありがとう。ちさちゃんもコウモリありがとうね。カオナさん、お化けありがとう。いや、待って、毛玉だらけで恥ずかしい。今日の服ちょっともう3年着てんの、この服。恥ずかしい、毛玉だらけ。やだ。テイクルさん、ハートありがとう。今日の命の演奏、大人っぽくてセクシーでした。え、ほんまですか？ほんまに言ってる、それセクシーですか？あらま、ありがとうございます。ちさちゃん、コウモリたくさんありがとう。ヤマちゃん、ハートありがとう。握手と写メに着ていく服買ってきたよ。え、いいな、そういう時間楽しいよね。今度のあれのためにするおめかしみたいな買ってる時間いいな。楽しみにしてるね。どんな可愛い姿で来てくれんのやろ。リュウさん、レインボースターありがとう。シュウくん、パンプキンありがとう。ヤッホー、かなちゃん、ヤッホー。ヘイハチさん、レインボースターありがとう。浴衣みそらちゃん、うちはも作って持ってった人です。やっと顔と名前が一致した。ありがとう、今日も来てくれて嬉しかった。みそらに羽が生えてたね。ありがとう、嬉しかったな。最近2時間しか眠れないのですが、病院行った方がいいですね。うん、もしかしたらあれかもしれない、あの能力者ショートスリーパーかもしれない。ショートスリーパーやったらいいけど、もしそれがね不眠症とかだったら大変なので、様子見てちょっと病院とか行ったら良くなるかもしれないね。あの絵本とかね、あの枕の下に敷いたらそれが夢に出てくるのでいいと思います。あのなんやろね、桃太郎はちょっと嫌な、鬼退治せなあかんし、なんか幸せな絵本とか、あの枕の下に敷いたらそれが夢に出てくるので、あの安眠できるかもしれませんね。ちょっとやってみてください。大学の授業があり行けなくて配信で見てました。え、あ、びっくり、え、大学の中に見てくれたんですか？どう、分からへんけど、ありがとう。とにかく配信でもみそらの気持ちが伝わってたら嬉しいです。
ありがとう。今日見れてよかった。本当ありがとう。後ろいても見えてるからね。次31、これ言っていいんかな ？31 ってなな、31ってもうメンバー出てる？出てる。ほんまに？うん、本気？うん、じゃあみそらです。私31じゃない。危なかった。私全部出ます。よろしくお願いします。次31出ます。トリックアトリートです。ミソラ推しの皆さんは猫のコスプレしてくださいっていうのはちょっと嘘なんですけど、あの全然コスプレしてきたりしてもいいですよ。トリックアトリートの日なので。楽しそうやね。劇場来る人みんなあのコスプレしてくるみたいな。どうですか？今日もミソラちゃんのおかげで元気になって、え、よかった、元気届け。ありがとうね、今日も。リュウさん、お化けありがとう。ちょっと毛玉見せようとしてる。そんなことないよね。ちょっとこの服3年着てるのでね、許してくださいね。最近モバメ返信もリプできてなくてごめんすぎ。え、いいのよ、全然謝らんといて。そういうのでね、謝らせるのは見せら心苦しいから、全然あの暇な時とか、あのもう手間空いてる時に 1行だけとかでも何でも嬉しいし、本当にあの呼んでくれてたらそれだけで嬉しいです。ありがとう。しゅうくん結婚してありがとう。日本の法律変えてくるわな。モニカにちょっとだけしてました。ありがとう。ミスラボいつかあのモニカンしてみたいな。ファンの人と盛り上がってみたい。かわいい、ありがとうございます。良平さん、ハートありがとう。みんなも魔女の帽子ありがとうね。山ちゃん、かわいい、ありがとう。ふりかけ何味にしますか？ミスラはゆかりのふりかけかおかかがいいですね。ふりかけね、結構好きやねん。でもやっぱダントツでゆかりが好きかな。ゆかりか、うん、おかかかな。でも一番はゆかりが好き。ゆかりちゃんが好きです。でもゆかりってちょっとさ、歯につくからちょっと嫌かもしれへん。なんかさ、学校の給食とかでよくさ、ゆかり出たらおかわりしててんけど、あのその後に歯についてないかだけがめっちゃ不安で、あのトイレに駆け込んでいいってして見てました。でもおかかも好きです。でもおかかはね、あのふりかけで食べるよりも、あの普通におにぎりの具材として入ってる方が好きかもしれん。良平さん、ハートありがとう。花ちゃん、ハートありがとう。今日も可愛い俺のみそら。ありがとう。 MC の回しうまかった、ほんま？ MC が頑張りたい、これからも。ヘーゼルナッツさん、ハートありがとう。犬の気持ちさん、タコちゃん、ありがとうね。今度から道着で出んの？みそら、えいえい、おっせやから。今日は誕生日祝ってくれてありがとう。いや、ありがとう、お誕生日の日に会えて嬉しい。お誕生日ってすごい大事な一日やのに、それを劇場に来てくれたことがすごく嬉しい。お祝いできてよかった、おめでとうね。本当にいい一日に、いい一日ってかいい一年にみそらがします。おめでとう、ありがとうね、本当に来てくれて。しんやさん、花束ありがとう。あのみそらうちは4つある中の第2弾。4つもあんの？気づいたら4つもできてんねや。ありがとうね。ちょっと一回さ、あ、でも4枚持ちってあかんのかな。あかんな、それ多分あかんな、規制に引っかかるよね。4枚一気に見たいなとか思ったけど、あかんな、普通に劇場的に。いつか4枚一気に見たいな。野原しんのすけ、のすけさん、レインボースター、ありがとう。みそら、声お疲れ様、ありがとう。めぐみちゃん、頑張りました今日も。野原しんのすけ、のすけさん、お菓子ありがとうございます。ハートもありがとう。声お疲れ様、ありがとう。来てくれてあかりちゃん、ハートありがとう。よし、空手かっこよかったし、彼女にしてください。あ、みそらが彼氏側になると。なるほど。あ、ま、守ってあげますよ、全然。でも空手はね、あの人をね、傷つけるためにってか、人を攻撃するためにあるもんじゃないんですよ。実はね、あれ人殴らずにね、寸止めしてるんです、空手って。知ってました？そう、組手とかあるんですけど、 これがね、相手だとしたらここで止めるんです、えいって。だからね、あの人は倒せないんです、実は。これはあのみんなの新しい知識になりましたか？空手、あの流派によると思うんですけど、ミソラの流派は寸止めでした。朝から早く起きて。星くん、ペンライト黄色と紫ありがとうね。今日も見えてたよ、かわいい。ありがとう。照れちゃう。今日の夢占い、ミソラ今日夢なんか見た気するな、忘れちゃった。夢占いしよう。ミソラ最近夢占いにハマってるんですよね。
やばい、ドライアイすぎてコメント見えへん。プリスケさん、ハートありがとう。ドライアイすぎてコメントが。ミソラおはメロ、おはメロ、え、もう来たの。こんばんメロメロです、こんばんメロディ。キッペイさん、ハートありがとう。推しの写真集とか雑誌とかを枕にするといい夢見れる。え、めっちゃいいやん、それ見せるもやろっかな。推しが出てる写真集とか置いてみようかな。そしたら推し出てくんのかな、夢の中に。これ生写真でも可能？机の下にミスラちゃんの写真入れて寝ようかな。え、そしたらミスラ遊びに行けるかな、みんなの夢に。これちょっとやってみたいね、生写真でも可能なのかっていう。実験しよう。小山さん、コウモリありがとう。ミソラうちを作ったので近いうちに持っていきます。ありがとうね。嬉しい。ミソラちゃんが猫のコスプレして劇場出てください。出たいな、いつもみたいにさ、あの、なんやっけ、セーラー服で来ると思ったらミソラだけあのワルキーみたいに尻尾つけて、猫の尻尾と猫耳つけて出ていこうかな。最悪よね、バンの雰囲気見出しちゃう。でもやりたい、ミソラコスプレしたい、なんかみんなとコスプレ大会したい。ありがとう。明後日から2泊大阪出張やけど声ないのが寂しい。うん、そうやね、ミスラ次31まで出やへんのよ。タイミングあったら会いたいね。仕事終わりやのにコスプレ。でもめっちゃ嬉しいけどな、もし31日来てくれる人がいたら、あの、今日はハロウィンなんでコスプレしましたとか言ってコスプレで来てくれたら、ミスラめっちゃニヤニヤしちゃう、嬉しすぎて。すごいってなってにやけちゃうわ。良平さん、コウモリありがとう。毎週火曜だけ午後授業あるのつらた、今日か火曜って。ちょっと曜日感覚が狂ってる。お疲れ様、今日もハロウィンパーティー公演やね。そうね、お菓子配りたいな、みんな。てかお菓子ください。嘘嘘。良平さん、ハートありがとう。100発198件をいつ使うか、それも悩んでます。推しメンの生誕祭とかどうですか。犬の気持ちさん、だるまありがとう。チャチャさん、ハートありがとう。妄想ガールフレンドの猫衣装、ほんまに可愛い、めっちゃ可愛い。ミソラもいつか着てみたいです。土曜日ミソにはいないんじゃ。そうですね、土曜日はヨシミンが出ます。31出ますよ。のりたま、のりたまでもあんま食べへんかもしれへん。のりたま、のりたまか、あんま食べへんな、ごめん。山ちゃん、コウモリありがとう。ミスラ今日行きたかったけど千秋楽のために温存したいから。そうね、今はほんまにみんなあの千秋楽とかあるから、そっちにあの全掛けでもいいと思う。また来月会いに行くね。ありがとう。世代交代はまだ終わらないので、いつでも会いに来てくださいね。ミスラ見れたから今日の疲れ吹っ飛んで明日も頑張れそう。よかった、毎日頑張ってて偉いよほんまに。明日も頑張ろう一緒に。ミスラはね、明日めっちゃ早起きなんですよ。ほんまに頑張ろう、マジ頑張ってこう、世界頑張ろう。ペイさん、お菓子ありがとう。ごま塩も捨てがたい、まあそれはそうね、ごま塩は原点に頂点ではある、確かに。みなもコウモリありがとう。キッペイさん、かやこちゃん、コウモリありがとう。ミスラがツイートしてたハロウィンのコスプレの写真めっちゃ可愛かった、ありがとう。出すかめっちゃ迷ってんけどね、なんかハロウィンっていう話題に触れてなさすぎて、ちょっとやろっかなみたいな感じで上げてみたんだけど、どうですか。でもね、あの格好で1ミリも外は歩いてないので、あの、世の中に迷惑はかけておりません。もう本当に自分たち、バイバイ、自分たちでねコスプレして楽しんだだけだったので、世に迷惑はかけてないので、皆さんご安心を。褒めてもらえて嬉しいです。きっぺいさん、だるまありがとう。ミスラタン、今日もありがとう。いや、ありがとう、こちらこそ来てくれて。ネクロさん、だるまありがとう。いい一年にしてくれるのか、ミスラがしますよ。いい一年にしよう。日高浩二、魔女の帽子ありがとう。シュウ君めっちゃ可愛い、ありがとう。みんなもだるまありがとう。魔法使いの帽子ありがとう。小山さん、結婚してありがとう。今日で、私3人と婚約したので、日本の法律変えてまいりたいと思います。よろしくお願いします。お話し会で見せる、やった、ほんまや、楽しみができた、ありがとう。カモネギとかの目の表現すごい、ほんま、そうやねん、カモネギ最近めっちゃ目頑張ってんねん、よく気づいてくれた、嬉しい。シンジカリーさん、ハートありがとう。あ、待って、何これ、ハートありがとう。ミムさん、
みんな空手見てくれてありがとうね。かやこちゃんハートありがとう。やばい、メントもやばい、メントもやばいとか言って、ドライアイがやばい、ほんまに。アイキか、アイキさんかな、アイキハルキさんかな、分からへんけど、ごめん、読み方違ったらごめんね。ハートありがとう。ほっくんやめてくれ。ほっくんやそれってバレた。アンサンブルスターズの日高北斗くんをね、私あの枕元に入れてみます。推しメンなのでね。ミスラちゃん夢に出演希望、はい、みんならミスラ今日みんなの夢に遊びに行きますね今日。だからみんな今日は、あーでも枕に入れたらミスラの生女子に折れるやん。どうしよっかな、念じてたら心通じるので今日みんなの夢に遊びに行きます。りょうまるくんお菓子ありがとう。選手の声でミスラちゃんのバースデーカードいただいて、知ってる、嬉しい、ありがとうね、頑張って書いたから、あの大事にしてね。ひだかこうじカンオケかな、ありがとう。今日めっちゃ目やったよね、恋恋だよ。おつうにゃみそにゃ、おつうにゃ、おつうにゃ。ミスラのワルキー全然見たい。ワルキーいつかしたいね。ワルキーできる人ってほんまに選ばれし人やから、ちょっとミスラもそれぐらいの人になれるように頑張りますね。今日キュウキュウめっちゃ見てたけど、ハーフツインやっぱ好き。ほんま最近あんまやってへんのハーフツイン、ちょっとやるわ、そうやって褒めてもらったら。あ、ダンシングダンシング、ありがとう、みんなありがとうございます。この後絶対にレンナといえば見るべし。お願いします、はい、深夜テンションです。ハーフツインやりますね。悪空かな、やるとしたら悪味噌だから、味噌って味噌なので、はい、悪空がいいかな。ありがとう。松さんお化けありがとう。アスパラベーゴです、アスパラベーゴ、ハロウィン特別公演、確かにやりたいね、みんなコスプレして。松さん、魔女の帽子ありがとう。絶対見てくれよな。どんなキャラ。次回もしかして時間結構やばかったり。はい、ということで皆さん終わります、お疲れ様、バイバイ。やばい、どこまで読んだっけ、この辺か、ちょっと時間やばいかもしれない。31日の声もみんなで楽しみましょうね。ワイも明日早起きから頑張ろう、ほんま頑張ってこ、ほんまに起きれるか心配、うん、頑張ろう、ほんまに頑張ります。終わってるわ、やばい。って待ってね、ごめんね、どこまで行った、ちょっと待ってごめん、ほんまにコメントがピュンってなる。ダニーメッサーさん、コウモリありがとう。シュンタク、お疲れありがとう。嬉しい、お疲れです、今日は帰って寝て早起きします、明日2枚目優勝、2枚目、あの背景オレンジみたいなやつ2枚目ね、なんかミスラーの表情がね、あのいいなと思って選びました。嬉しい、シュウくんハートありがとう。日高浩二レインボースターありがとう、ね、あの格好でぜひ外歩きませんよ、編みタイツ履いてるし。絶対外歩きたくない。でもあれはね、私たち2人で楽しみました、お友達と自分たちだけで。今度ユニバ行くからミスラとソロのカチューシャ買うよ。どれ、ミスラさんユニバ行くたびに新しいのカチューから破産してるんよね。ソちゃん座ろう、こっち、あ、もうこのままもう足鍛えるわ。うん、どれやろ、あのね白のさパールついてるやつ今売り切れてるよ、ユニバのカチューシャ、多分それ以外は大丈夫。シュウくん結婚してありがとう。もうそろそろ本当に私はあの日本の法律変えたいと思いますので、みんな結婚しようね、本当に。立ってショールームしてる。和山さんバラありがとう。道着で公演ちょっとやばいやん。一人だけなんか武闘派の人いるみたいに。最近ミスラの推しの北斗くんのこと覚えたよ。日高北斗ですか。日高北斗ね、ちょっとそろそろ星5のねスカウトっていうかガチャが来そうで、ちょっとミスラはねドキドキしてます。他にもね推しはいっぱいあるいるんですよ。日高北斗と、ま、日高北斗は結構ガチ恋枠みたいな感じで、最推しが影平美香で、あと2人推しがいて、坂崎夏目くんと大川琥珀くんって、この4人が好きでやらせてもらってるので、みんなぜひ覚えてよろしく。でもほっくんのこと覚えてくれたの嬉しい。空手めちゃくちゃかっこよかった、ありがとうございます。ちょっとみんなにね見せるのすごい恥ずかしかったというか、なんかすごい勇気がいたんですけど、褒めてもらえて嬉しいです。山ちゃん何やったっけ、パリピのやつ、あー何やったっけ、ミラーボール、ありがとう。キングキャメラさん結婚してありがとう、お気持ちだけもらっときます。
平さん、何やったっけ、ペンライトありがとう。二郎さん、パンプキンありがとうございます。中西で独占権、あーできるかな。ミスラの方がお姉さんになるけど。ふりかけさんお疲れさん、もうもはやふりかけさんになってんの。ふりかけです、ふりかけです。はい、冗談はさておき。リンカーンさん、コウモリありがとう。そろそろ終わろっかな。ヤマちゃんかわいい、ありがとう。あのハロウィンの写真のメイクは自分で、自分でした。なんかハロウィンっぽくでも ポリスっぽく大人っぽくはどうしようかなみたいな感じで、あの3日前ぐらいからお風呂入る前、お風呂ってさもうその後入るだけやからさ、どんなメイクでもできるやん。だから3日前ぐらいからお風呂の前にいろんなメイク試して、あれに行き着きました。結婚式大変そう、確かに。みんなと結婚しなあかんからね。キングキャメロさん、結婚してありがとう。トートイもありがとうね。猫マンマさん、ハートありがとう。一夫多妻制、あ、多妻一夫制。そう、ミスラはね多妻一夫制にするんです。日本を頑張ります。すり抜けありですよ、めっちゃすり抜けありありです。てかすり抜けの方が多い、もはやアンサンブルスターズ。ジローさん、レインボースターありがとう。スキバハ交渉はネタですから、中西推しですよね。小山さん、ペンライトありがとう。マサヤカさん、ハートありがとう。パールのキティちゃん売り切れなの？そうやねん、こないだ行った時は売り切れてた。でももしかしたら再入荷してるかも、わからへんけど。あれ可愛いよね、ミスラも一目惚れしちゃった。あれ、小山さん、ペンライトありがとう。遠山火災、遠山さん、ハートありがとう。ふりかけですって、ちょっと流行りに乗ってみました。123、魔女の帽子ありがとう。はじめまして、ご飯です。そうね、今日ファンの方はご飯ですって言ってたもんね。しゅうくん、カンオケありがとう。いや、そろそろ終わりますね、みんなどっか行っちゃった。意外にも30分ぐらいしたんかな。周りが静かになったね。そうよ、ミスラ。さっきまでみんな言ってたの、見てミスラ、これ今立ってショールームしてるね。一夫多妻、一夫一夫多妻。そうね、国の法律変えちゃいます。唐揚げからふりかけに生まれ変わります。ほんま、アイコンも変えなあかんけど。いや、でもふりかけ好きやし結構嬉しい。ふりかけさん、今日もお疲れ様。いや、ありがとう、本当に明日も頑張ろう、ほんま。マッコンさん、かわいい、ありがとう。そろそろ男女読みますね。みんなもあのよかったらあのみそらをね、日常のふりかけだと思って、あのみそらでなんかあの白米を彩るように、何言ってんねやろ。みそらがあのみんなのふりかけみたいになれるようにね、これからも頑張ります。みそらがいるだけでちょっとね美味しくなるみたいな、ご飯がねみたいな存在になれたらなって思います。何言ってんねやろ、ちょっとやめよう。13位、小山さんありがとう。12位、きっぺいさんありがとう。11位、しんやさんありがとう。10位、ちさちゃんありがとう。あ、変わったね。あ、でも読めてるか、読めてるね。10位、日高浩二ありがとう。9位、小山さんありがとう。8位、山ちゃんありがとう。7位、美空に会えるまであと5日。数えてくれてる。俊太くんありがとう。あ、なんか緊張してきた。もうそうか、みんなに会えるまでもうそんだけなのか。6位、大和さんありがとう。5位、二郎さんありがとう。4位、川名さんありがとう。3位、松さんありがとう。2位、リュウさんありがとう。1位、シュウくんありがとう。今日公演でさっきまで会えてた人もね、今日は会えてないけど、公演じゃないや、何だっけ、配信ってくれた方もね、あのみんなのふりかけになるので、みそらはね、これからも末永く一緒にいましょうね。もうちょっとで幕張の握手会もあるし、オンラインお話し会もあるし、大阪の握手写メもあるので、あのみんなとね会える日を楽しみにこう数えてるので、みそらちょっと嘘です、今日は数えてなかったですけど、あの数えて楽しみに待ってますのでね。明日も頑張ろう、みそらと一緒にね。今日もありがとうございました。それではみんな、いい夢を見てくださいね。みんなの夢に遊びに行くので、出たかどうか教えてね。相思相愛なんできっと出れますよ、みそら、あなたの夢に。それじゃあね、またね、早起き頑張ります。バイバイ、ありがとう。